こちらの映像を覚えていらっしゃいますでしょうか。2年前、インターネット上の仮想通貨ビットコインの取引所マウントボックスが経営破綻した時の会見の様子です。この事件でイメージが悪化したビットコインですが、政府が今月4日に仮想通貨を決済手段の一つに位置づけることを決めるなど、今再び注目を集めています。仮想通貨の最前線を取材しました。三重県鈴鹿市のマンション、二人の子を持つ前田純子さん。 iPad で会話をする相手はカナダに留学中の長女ナナさんです。どうしたらいいの？お母さん作れないの？今から送るから、届いたら、はい、ありがとう、電話ちょうだい。はい。前田さんは最近ナナさんへの仕送りに仮想通貨のビットコインを使い始めました。ナナさんの口座を示す QR コードを専用アプリに読み込み、10万円と金額を入力して、送金ボタンを押せば手続きは完了です。その3分後。あ、もしもし。はい、届いた？うん、届いたよ。あ、よかった。うん、ありがとう。うん、スマホ買ってね。いいの探してみる。うん。前田さんがビットコインを使い始めたのは送金手数料の安さに惹かれたからだといいます。どう、どんな感じ？何千円が何円になったっていうぐらい、送金手数料的には本当に安いです。以前使っていたゆうちょ銀行では10万円の送金に2500円かかる上、ナナさん側でも受け取り手数料がかかります。一方、ビットコインでかかった送金手数料はアプリ会社などに払う6円だけだったのです。東京渋谷のオフィスビル、ここに入居するのがビットコイン専用アプリコインチェックを開発したレジュプレスです。創業メンバーの大塚さんはビットコイン最大の特徴が送金機能にあると考えています。世界でお金を外に海外で送金をしているような方々にとっては非常に安くて簡単で便利に送れるような方法、より少額で早く送れるような形になるので、そこのところというのは非常に新しい市場ができていくんじゃないかなと思っています。なぜビットコインを使うと格安な送金ができるのでしょうか。一般的な海外送金の場合、複数の金融機関を経由するため送金額の数パーセントの手数料がかかります。一方、ビットコインの場合、暗号化されてインターネット経由で送られるために原則無料なのです。ビットコインの普及を目指す大塚さん、新たに動き出していました。こんにちは。こんにちは。お願いします。失礼します。訪ねたのは NPO 法人グッドネイバーズジャパン。よろしくお願いします。広報部長の飯島さんです。今日ですね、ビットコインでの寄付の件についてお話しさせていただければと思います。はい、ここに QR コードが出ておりますので、はい、この QR コードを読み取っていただきます。ここで、例えば100円とか入れていただいて押していただくと寄付ができますので、ビットコインアプリを使えば送金手数料なしに手軽に少額募金ができるのです。100円とかだと本当に募金箱感覚で、はい、そうですね、していただけるっていうのがある。この団体はアジアやアフリカなどで12年前から貧しい子どもたちの支援を行っています。また東日本大震災の時には被災地でも活動しました。
飯島さんはビットコインを使った募金には多くのメリットがあると感じていました。海外の、団体個人の方からグッドネイバーズジャパンに寄付したいですとか、まあ、支援の申し出がありまして、銀行振込の手数料だったりとかで難しい面もあったんですね。デメリットというかそういう部分が逆にないんじゃないかなと思います。現在コインチェックでは NPO など8団体に対してビットコインで寄付が可能な仕組みを整えています。ビットコインを使った寄付の形は広がっていて、ロシアに編入されたウクライナ・クリミア半島の人たちが QR コードを掲げて世界に支援を求めたこともありました。ビットコインなどの仮想通貨はどこまで勢いを増すのでしょうか。経済学者の野口幸男氏は仮想通貨の技術は革命的なものだと指摘します。通貨をめぐる今のこれまでの仕組みが仮想通貨の登場によって非常に大きく変わる可能性があります。人々が銀行の送金システムを使わないで、そして仮想通貨を使うという可能性は十分考えられますね。野口氏は仮想通貨の普及は既存の金融機関の脅威になると話します。その一方で、ただし銀行もそれを手を加えて見ているわけではなくて、銀行自体が仮想通貨を導入しようということもすでに計画が進んでいます。銀行が自分で、仮想通貨の仕組みを作って、まあ、外国に送る場合も使うでしょうし、国内での送金に使うことももちろん考えられますね。銀行が対応すれば逆にこれまでの仮想通貨が潰される可能性もあるんですね。どっちがどうなるかわからない。実はアメリカのシティバンクをはじめ、バークレイズやゴールドマンサックスなど40行は去年9月仮想通貨の研究会を立ち上げました。研究会には日本のメガバンクも参加しています。銀行は仮想通貨にどのように向き合っていくのか。全国銀行協会の佐藤会長は、仮想通貨ということそのものが悪ということではなくて、やはりこれは社会の利便性を上げるという意味で有用な面もありますし、具体的にどういうサービスがですね可能になってくるのかということをお話しできる状態ではないわけですけれども、決済という観点から見ても、十分利便性があるものにつながっていく可能性がですね、見えてきていると。革命的とされる仮想通貨の技術をめぐり、社会はすでに大きく動き始めています。ちょうど今日なんですが、日銀の黒田総裁が日銀内にフィンテックセンターという新組織を作るということを表明しています。これは中央銀行が自らこうしたセンター作りに乗り出すというのは、ビットコインなど仮想通貨の存在感が増しているということも背景にあると思うんですけれども、実際にVTR に出てきましたカナダの娘さんに送金をする方のように利便性を感じている方も増えてきていると。そんな中、仮想通貨の将来性どう分析なさっていますか。今もう仮想通貨の残高がですね、60億ドルまで増えていて、利用者は1200万人まで来ていると。ですからかなりの勢いで今拡大しているんですね。でこれからは3つの主体が入り乱れて戦国時代のような状況になってくる。一つはですね、新たなこの新興企業で、ここはその送金の手数料が安いということをテコにして市場を拡大していく。で他方でですね、既存の銀行などはこの送金手数料というところ結構高くてですね、そこがドル箱でしたから、もう手をこまねいていてはいけないんでですね、そこに乗り込んで逆襲に出てる。3つ目がですね、例えば中国だとかイギリスだとかカナダなどが、まあ、国だとか中央銀行とかですね、そういう公的なところが乗り込んでいくと、まあ、この3つがこれから戦っていく形ですね。
そんな中でではどこが勝つかというのもまだまだ全然わからない状況。結局ですね、この規制を強めると信用度は上がるわけですが、自由度は下がってしまう、逆にその自由にすると信用度は落ちるわけですから、この信用度と自由度の、トレードオフですね、そのバランスが重要になると。どこで折り合いつくかというところですね。そうですね。さてこの後は